はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望を天下創生の続きやっていきたいと思います。で、前回ですね、美濃岩村城、まあいわゆる東美濃と呼ばれている地域、ここの制圧を完了しました。で、その過程で小六、半兵衛といった、まあ、敵の優秀武将を引き抜いているので、今回はですね、いよいよ稲葉山城、まあ、後の岐阜ですね、ここを攻略していきたいと思っています。で、そのための準備としてですね、まあ例によってまた内容工作、これを行っていきます。で、あとはですね、まあ、開発とかっていうのがもうできない状態になってるんで、あとはもう投資ですね、投資ということで投資を行っていきます。まあ、前半だいぶ頑張って内政を行ったので、まあ、割とお金に余裕が出てきているのかなというところはあるので、まあ、そのお金をねしっかり使っていきましょう。で、この先六角攻略も見据えて、六角のところにも内容の忍者を忍び込ませる。で、さらに、まあ、投資は主にどこに投資をしていくかというと、まあ、武家屋敷中心かなっていうところと、あとお金が出てくる商人町、この辺り中心にね投資も入れていきます。で、治安も、治安隊長吉成、南部も領地広げてるね、こうやって見ると。さて、では今回はですね、まあ、早速というところにはなるんですが、攻略部隊を送っていきましょう。残っている斎藤家の武将なんですが、まあ、吉達、利光、あとは美濃三人衆は全員残ってますが、美濃三人衆もむちゃくちゃ能力が高いかというとそういうわけではないので、今回はご覧のラインナップで攻めましょうか。まずは信長なんだけど、信長を外す、あえて。で、信長の代わりにカズマス、鉄砲隊、で、あとは秀吉隊だね。秀吉隊の数増やそう。信盛とか微妙だよな。成政の数増やしてあげたいね。となると、まあ、能力の高くない信盛の部隊を削って、その分増やしてあげよう。あ、鉄砲持ってるからこうなっちゃってんの。成政は鉄砲じゃなくて長槍に変えて800まで増やそう。で、代わりに信盛の部隊を鉄砲に変えてあげる。よし、これで一旦出陣してみましょうか。ん、何かが足りないよ。兵糧不足だな。違う、総大将を決めてないんだな。総大将は勝家。よし、まず利光をおびき出そう。で、ちょっと敵の布陣というか配置も見ておく必要あるね。利光が出てくるかどうかだな。
焼き打ち合戦。何？援軍の到着。姉小路か。まあ、数は大したことないんで、それよりも敵が撃って出てきたところだね。利光が撃って出てくるであれば、この利光を確実に確実に亡き者にしたい。で秀吉を移動させておこう。で一旦止めちゃって、秀吉を帰り道に派遣しておこう。押し出せ。撃て撃て。お任せあれ。進め。お任せあれ。ちょっと待ってね。待て、何してくれてるんだ。信盛を一旦戻すしかないな。本陣に、本陣にこんなところに姉小路の部隊が来ていた。完全に見逃してたな。気づくのが遅かったら危なかったですね。どこまで戻ってる？急いで戻ってほしいな。利光は確実に撃破する。敵部隊壊滅いたしました。よし。で姉小路の部隊も撤退を開始してるので、本陣は一旦ガラ空きにしちゃっていいね。お任せくだされ。お任せくだされ。あとはこの門が突破できるかどうかだな。2000の兵。いやさすがさすがだな。固いですね稲葉山城は。お任せくだされ。まあ、秀吉がここで撤退する前に鼓舞を最後に使ってってもらおう。お味方の部隊が壊滅いたしました。それは見ている。任せあれ。この際多少の犠牲はもうしょうがないので、もう力攻めですね。次と壊滅か。吉達を先に打ち、吉達攻略した方が早くないか。いやダメだ、吉達は逃げる。であればやっぱり門だな。いやー厳しいな。時間との戦い。矢倉、いや館を落とそう。よし落とした。成政よくやった。
ことごとく捕らえましたね。2機はくだらないか。であれば初段だな。ゲイン。名古屋。まあ能力的には微妙ですけどね。信康。津川。吉冬。なんだろう、ちょっと知らない武将だけど、これ関して見るとどうだろうな。能力的にはどっちでもいいような武将ですね。利光は欲しいよ。ダメか。まあ解放してやるか。利光は姫野堂山、まあ、この辺りはおなじみの武将ですね。牧前一徹森綱美の3人衆は全員入りましたね。吉達は統率80が危険なので死んでもらおう。いや稲葉山城なんとかダッシュできましたね。そしたら早速ですね、稲葉山城に本拠地を移していきましょうか。信長、一松、秀吉、吉成は置いていく。吉成は置いていこう。で清須は委任しちゃいましょう。もう委任するって言っても清須はほぼ住んでますからね。対応が宴会奉行。なるほど、天下布武の意思を諸君に示すことができる。これでどんな効果が得られるのかですよね。で、天下布武を唱えればその城から出陣する軍勢は全国どこへでも馳せ参じることが可能。おー、そうだね、騎馬の上位当たる両馬使えるよね。確か雨でも鉄砲が撃てるようになるっていうのもあったと思うんですけど、まだそこまではいかないのかな。これで岐阜城誕生のエピソードですね。まあ、美濃攻略までは順調に来ているのかなというところかな。まあ、岩村城攻略にはだいぶ時間がかかってしまったのと、さっきの、まあ、稲葉山城攻略が守備よくというか綺麗な、すいません、生き方だったのかと言われればちょっとね微妙ですけど、まあ、作戦勝ちですね。さて岐阜を取った今となっては今度は六角だな。であとは敵対した姉小路
さらに浅井との関係ですね、ここもテコ入れをしていきましょう。でその前に、配属だな、配属、配属で武将を呼び寄せよう。勝家のところに大量にいるね今なので、統率の高い武将、勝家とか置いといて、美濃三人衆をまずは秀吉、信長のもとに呼び寄せましょう。あとキオスも人が少ないんで、キオスには同じく盗賊そこそこ使える武将、ああそうか、一徹ちょっと待ってね、配属でもう一度練り直そう。まずは岐阜城に入れるのを吟味していかなきゃいけなくて、ここには美濃三人衆を入れたい。でさらにキオスが手薄になってるんで、キオスにはゲインだけだとちょっと心もとないので、トシーサ含めこんだけの人数を移動させましょう。で再び開発からですね、ちょっと退屈されちゃう方もいらっしゃるかもしれないんですが、で外交ですね、まずは大名浅井、ここには秀吉を送って、婚姻同盟、そうか、今だとまだ浅井は朝倉家に従属しているっていう状態なんだな。となるとイベントで、婚姻する以外に道はないので、ここはもう外交終了しましょう。で代わりに姉小路だな、逆らった姉小路、まずは巨悪、そうなるよね、同盟はそうなるよね、であれば宣戦布告だな。ただ宣戦布告の順番としては先に六角が先なんで、六角の攻略ですね。また今側に攻められてるのか。ここはじゃあ勝家の軍勢を出してあげる。成政含め。さあ大量にお金がついてきましたね。キオスで治安が悪いって言われてるけど、あそこしっかりカバーしとかないとな。計略の任務はカズマスだ、カズマスで、さっき行った人事異動がうまく反映されてないな、もう一度行いましょう。お金はいくらあっても困らないんで、さらに商人町を
建てられるだけ建てていきましょう。で、兵数が集まったらすかさず独格攻めだな。まあ、着々と各大名家力をつけてきてますからね。で、忘れちゃいけないのが論功なんですよね。忠誠の低い武将がいればそこにしっかり当て込んでいかなきゃいけないので、一旦は大丈夫だね。秀長が全然出てこないのが気になるよね。ちょっと待ってね、先に攻略戦を一度仕掛けて観音寺の様子を伺い知りましょう。観音寺はまあここで見る限りガモぐらいかな。警戒しなきゃいけないのどちらかというと城が硬いかなと思うので、そこの方が心配ですね。岐阜にはもう兵がいないね。岩村城は秀高はここも兵がいないか。勝家が今回兵を出せないのは離れすぎてるってことだな。まあしょうがないよね。となると一旦この兵で出す。カズマスとか100で出る意味ないと思うんだけどね。まあ例によって焼き打ちをかけていってというところになると思うんですけど、城の状態を見るとどうだ。城門は2つ、まあ、焼き打ちをかけてどうかという感じだな。まあ、本陣がいきなりやられるということはないのでないと思うので、一旦近くで焼き打ちを行って敵をおびき寄せて括弧に撃破していきましょう。そうなると勝家とかをちょっと動かして名古屋に置いとくのはもったいないかなって感じがしますね。で、敵が出てきたな。桑山隊を動かしておこう。よし、しっかり敵を城からおびき出すことはできたな。ミノが一番手こずるよね。よし、打ち取ったか。お任せくだされ。
お任せくだされ。取り逃がすかな。これはちょっと取り逃がしが起きそうだけどしょうがないね。ただ城門の前でもう味方の部隊が閉めてるんで、結果的に城門のところで撃ができそうだな。もう軍胸安なる部隊、ちょっとあまり知らない部隊ですけどね。鉄壁ほんと強いよな。お味方の部隊が壊滅いたしました。秀吉の部隊がここで壊滅だね。ほんとに孤独がそこで防いでくれてるだけで、歌舞伎門が完全に無力化できたの。慌てて本丸の守備に回ってきたけどもう遅い。観音寺取れそうですね。ほろく強い、まあ、実際にこの観音寺結構信長はあっさり取ったっぽいんですけど、美の攻略にどんだけ時間がかかったんだって感じだよね。で山崎だね。この辺りはねおなじみの武将だとは思います。後藤高春、ちょっと知らない武将だけど六角の家臣ね。で吉春は将だ。よし、これで六角も取りましたか。続いていよいよじゃあ上洛戦という形かな、まあ、三好攻略に入るか、その前に一旦あの津城、北畑の桐山御所、この辺りを狙うというのも手ではありますよね、まあ、数で言えば圧倒的にこちらの方が有利だとは思うんで、あとは天下布武を一刻も早く溜め込んで、まあ、2万円溜め込んで天下布武を発動するというのも手ですよね。はい、ではちょっと時間長くなってきました、30分というところになりますので一旦今回はここで終わりにしてですね、次回は少し考えて三好の追放戦に入るのか、もしくは、まあ、伊勢ここの制圧優先するのか考えていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。